はい、オフィスビジネス学科担当の山田です。本日もある IT 用語に関して、これ何の略をやっていきたいと思いますので、皆さんもぜひ一緒に考えてください。はい、 AI、皆さん聞いたことはあるかと思います。こちらの単語は、まあ、もちろんね、下に書いてあるヒントですね、頭文字を取っておりますが、その日本語訳は何でしょうと、いうことですね。じゃあこちら、10秒ほどシンキングタイムとしたいと思います。はい、英語ではアーティフィシャルインテリジェンス、日本語にすると人工知能ということになります。人間しかできなかったような高度に知的な作業や判断をコンピューターを中心とする人工的なシステムで行えるようにしたものということで、まあ、身近なもので言いますと AI ロボットであるペッパーか、あとは自動運転技術ね、あとは、まあ、今はですね、アプリなどでもさまざまな占いとかですね、診断な系のアプリが出てますね。まあ、医療現場でもだんだんそういった AI による診断というのも、普及し始めています。また、IoT、 これはまた今度の問題にしたいと思いますが、と、AI によるスマート化ということで、スマート家電とかスマート農業なんていうのもですね、今どんどん普及してきています。これからですね、まあ、コンピューターをいかにですね、このようなものを活用していくのかによってさまざまなものが変わっていく時代に入ってきたということになりますね。はい、いかがでしたでしょうか。わかりましたでしょうかね。 AI、 アーティフィシャルインテリジェンス、人工知能のことでした。はい、それではまた、次の機会にまた別なクイズを出していきたいと思いますので、お楽しみください。